東京の水田都市農業イメージ都市の中で都市と調和しつつ存在する農業を都市の周辺の近郊農業と特に区別して都市農業という農業生産面では農林統計で用いられている都市的地域をもって都市農業とみなすことが多い一方農地税制面では都市計画法第7条の市街各域内とそれ以外の区域とで 取扱いが大きく異なることから、市街各域内で行われている農業を指して、都市農業ということも多い。都市的地域とは、農林統計に用いる地域区分であり、次のいずれかを指す。果樹地に占める DID 国勢調査基本単位区が互いに、隣接して、その人口が5000人以上となる地区面積が5%以上で、人口密度500人以上または、 DID 人口2万人以上の旧市区町村または市町村。果樹内に占める宅地等率が60%以上で人口密度500人以上の旧市区町村または市町村。ただし、林野率80%以上のものは除く。都市計画法上においては市外各域と線引きされる地域の農地について宅地化すべきものとされ、いずれは消滅するものと位置づけられていた。 しかし、時代の流れとともに、市街地に農地があることの多面的価値が認識されるようになり、都市住民を対象としたアンケートなどでも、都市農地の存続を求める声が大きくなってきた。以上の背景を受けて、平成27年成立の都市農業振興基本法平成28年閣議決定の都市農業振興基本計画において市街各域に残る農地についても、 宅地化すべきものから、あるべきものへと政策を大きく転換した。各都道府県、基礎自治体においても、計画的に都市農地を保全する施策が取られる、要義務付けている。食料生産にとどまらず、市民農園、観光農園などのレクリエーションや教育、福祉、防災などの都市的課題を改善する役割を、都市農業や都市農地は持っているとしている点が、特徴的と言える。 都市農業の役割として、次の要素が挙げられる。新鮮で安全な農産物の供給身近な農業、体験、交流活動の場の提供災害時の防災空間の、確保安らぎや潤いをもたらす、緑地空間の提供国土、環境の保全都市住民の農業への理解の、情勢都市農業を存続させ、進行させるための施策として、 都市農業振興基本計画では3つの方向性を提示している都市農業の安定的な継続のためには多様な担い手が必要となる営農の意欲を有するもと都市農業者と連携する食品関連事業者都市住民のニーズを捉えたビジネスを展開できる企業など都市農地をあるべきものと位置づけ計画的に保全コンパクトシティに向けた取り組みとの連携も検討 都市の地保全のマスタープランの充実など、土地利用計画制度のあり方を検討保全すべきとされた都市の地に対し、本格的な農業振興施策が講じられるよう方針を転換、民間企業の都市農業振興への関与の推進、保全すべき、市外化区域内のうちの市外化調整区域への編入、退職される生産力地についての相続税納税猶予の あり方の検討、市民の応援、農業公園など市民が農に関われる場の提供の推進昭和30年代後半から40年代にかけて高度経済成長の過程で市街地の無秩序な外縁化が全国共通課題として深刻化。昭和43年都市計画法制定市街化区域はすでに市街地を形成している区域及びおおむね10年。 以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域と位置づけられる昭和44年市街化区域の認定等に係る農林漁業との調整措置等について調整措置等に関する方針についてを整理市死化区域内について当面営農を継続するために必要な政策を実施する昭和45年農地法を改正し市街化区域における農地転用許可は許可制から 届け出制となる昭和47年固定資産税の取り扱いについては、市外各域内農地の宅地化の促進と、周辺宅地との税負担の均衡を図る観点から、地方税が改正され、宅地並みに課税。しかしのうち所有者の反対農業経営の継続と、宅地化促進との調整等々の理由により、宅地並み課税の実質免除措置が実施されるケースが多く見られた。 昭和49年生産力地方が制定され、生産力地地区内農地は宅地並み課税が免除。昭和50年相続税納税猶予制度が創設されすべての農地を対象に猶予期限を20年とする昭和57年、長期営農継続農地制度の創設10年以上の長期営農継続の意思があり、現に工作のように供されている場合には、宅地並み課税と 農地相当課税との差を一旦徴収猶予し、5年経過後に税額を免除昭和63年6月各に決定された総合土地対策要項では、市外各域内農地を宅地化するものと保全するものとに明確に区分長期、営農継続農地制度の見直し、市外各域内農地のうち保全すべき農地以外の相続税納税猶予の見直し、 平成3年宅地供給促進が特に必要な3大都市圏について、租税特別措置法上、特定市が導入され、そこでの納税猶予廃止と合わせて、生産緑地法が改正され、3大都市圏の特定市については、生産緑地地区のみ、固定資産税の納地課税と相続税等の納税猶予が適用同法の改正に合わせ、納税上の位置づけも整理。具体的には、 機械、施設等の導入または、設置事業については、公用が短期なものに限定せず、地域の実態に応じて必要な施策を実施平成11年食料、農業、農村基本法制定都市及びその周辺の農業について、農業生産の振興を図るために必要な施策を、講ずる平成17年3月食料、農業、農村基本計画閣議決定平成26年。 都市農業基本法の骨子が、議員立法として、自民党より提案平成27年4月、都市農業振興基本法衆議院本会議にて可決、平成28年5月都市農業振興基本計画閣議、決定が市農園市民農園都市農業公園都市、計画。ありがとうございます。